フアン・ラモン・フランシスコ・ゴンザレスは、ドミニカ共和国、モンセニョールのオエル州、オナオ出身のプロ野球選手。ウト左ヒリだ。現在は、フリーエージェント。日本球界では、ホワン・フランシスコと表記される。2004年5月6日にシンシナ・ティレッツと契約。2009年9月14日の、ヒューストン・アストロズ戦で、メジャーデビューを果たした。オフに参加した。 母国ドミニカのウィンターリーグでは46試合の出場で打率。302、11本塁打、オプス、918の成績とポストシーズンでの活躍が評価され MVP を受賞。2010年オフのドミニカウィンターリーグでは39試合の出場で打率。322、8本塁打、オプス、939の成績で2年連続の MVP を受賞。 2011年9月2日には、グレート、アメリカンボールパーク史上2番目の飛距離となる502フィートの本塁打を放った。ドミニカウィンターリーグに参加していた11月には、食堂で拳銃を持った強盗に襲われ4万ペソを奪われる事件があった。ブレーブス時代2012年は、オフに痛めた右ふくらはぎのリハビリを怠り、体重肩の状態でスプリングトレーニングに現れた。 2012年4月1日に JJ フーバーとの1対1のトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。5月21日のフルスレッズ戦では本塁打を放ったが打った後の態度が挑発的だとして監督のフレディ・ゴンザレスから注意を受けた。ブルワーズ時代2013年6月3日にトーマス・キー・リングとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブレーブスの分と合わせ、 自身初の3桁試合出場となる124試合に出場。18本塁打を放ち、パワーを発揮した。2014年3月24日に解雇された。2014年4月1日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、4月19日にブルージェイズとメジャー契約を結んだ。2年連続での100試合以上となる106試合に出場し、 アーチを16本放った。打率は前年より低下したが、オプス0.747は2010年以降で最高の数値となった。守備面では3塁74試合で9失策、1塁20試合で2失策という成績を記録。オフの11月19日にウェーバーでボストンレッドソックスへ移籍したが、11月25日にリーフとなり、 12月2日にノンテンダー FA となった。2015年1月10日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだが、4月5日に自由契約となった。2015年4月21日に日本プロ野球の読売ジャイアンツと契約したことが発表され、4月23日に入団会見を行った。背番号は21。長年、 左投手のエースナンバーとして扱われたためか、打者がこの番号を付けるのは1951年の久保木清がアイアシュ以来である。初出場となった5月2日の阪神タイガース戦こそ、初安打、初打点を挙げてお立ち台に立ったものの、その後は三振と接種の連発により、どうなのかには早くも二軍降格となった。5月末に、 背中の針を訴えた後は別メニュー調整すらしない、日も見られ、7月15日には、腰痛の治療を受けるため一時帰国した。再来日後、二軍戦には出場したものの、一軍には呼ばれることなく、レギュラーシーズンを終了。オフの12月2日に自由契約選手として、公示された。2016年は、オフに、ドミニカのウィンターリーグに参加したのみでシーズンを終える。 2017年2月14日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約結んだが、シーズン開始前に解雇となる。6月6日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。2018年はドセラレドスオールズと契約するが、出場機会なく退団。2019年は、レギュラーシーズンでの所属球団なく、オフにドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。 2020年1月31日にメキシカンリーグのオアハカ・ウォーリアーズと契約した。6月5日に自由契約となった。グレート、アメリカンボールパーク史上2番目の飛距離となる502フィートの本塁打を記録した波外れた長打力を持ち味とする。逆方向への本塁打も多いが、大振りの傾向も強いフリースインガーで三振が多い。左投手を極端に苦手とし、 対左投手の成績は、メジャー通算で打率、159、1本塁打、オプス、423を起死している。守備では主に三塁手として起用され、強権には、定評があるが早球の正確さに欠ける。補給に難があり、三塁守備では、メジャー通算の DRS-10、同ザー -5.1 を起死している。 2013年からは一類種として起用されることも増えたが、一類種日でもメジャー通算の DRS-2、ザーマイナス8.7と平均を下回る数値を喫している。巨人在籍中にはインフィールドフライをお見合いし、その後走者へのタッチを怠って、チームのサヨナラ負けを招いたこともある。太りやすい体質で、ブレーブス時代にはブライアン・マッキャンに フアン・フランクフルト・フィンガー・フランシスコと呼ばれ指の太さをからかわれていた。憧れの選手はデビット・オルティーズ。ありがとうございます。